どうですか？もう全然大丈夫です。全然大丈夫ですね。はい。じゃあ、反抗期。こんにちは、パーチューのナートです。ウッシーです。ハモリ中心新ピュージです。動けるの後期です。第3弾そうですね、はい、第4弾ぐらいですかね、はいはい、ここは動けるさんといってウッシーがいつも通ってる。そうですね、いつも練習前に絶対に訪れる。どういったところですか？まあ、まだ知らない方も多いと思うんで。そうですね、ちょっと後期先生から。はい、動けるは、ベースは整骨院なんですけども、はい、ただ治療するだけじゃなくてですね、その後に動ける体を作ることで、もう痛みとか、苦しみがないような状態にしようということで、特にですね、肩甲骨とか股関節とかの柔軟性を引き出すことに特化した、そんな運動療法をメインにする整骨院だというふうに思ってます。肩甲骨、股関節、ね、そうですよ。もう、パワーリフティングはもちろん、このスポーツとのこの親和性がもうえげつないというか、本日は、うちのウッディ上田が、はい、ビッグスに最近再開して、はい、まあ、500を目指すと、はい、宣言しましたけど、初日に、はい、初日にですよ、はい、こいつ腰やらかし上がりまして、はい、100キロ動けるの幸喜先生に何とかしてもらおうということで緊急で訪れました。承知しました。やらせていただきます。お願いします。お願いします。じゃあちょっとウッディの状態を、はい、チェックして、はい、やってみたいと思いますので、はい、お願いします。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。痛みどうですか今？痛みですか？長時間座ってたりと か、 なんか同じ姿勢をとってたり、うん、あと結構ひねる動きをするとなんかズキっていう痛みがあります。なるほど。ちょっと後ろ向いていただいて、はい、痛いところどの辺ですか？ちょっと触ってみていただくと、ちょっとこの右側の、右側ですね。ここですね。了解です。痛い動きをちょっとやってみましょうか。何かありますか？今反らせたら痛いとか、回したら痛いとか、前に丸めたら痛いとか。今痛いのは、はい、こういうひねり方。なるほど。さっき今ここが痛いですね。わかりました。今の話で言うと、大体椎間関節性の痛みとか仙腸関節にちょっと負担がかかって痛みっぽいので、はい、ちょっとその辺が大丈夫かもう少しチェックをしましょう。はい、おそらくなんですけど股関節の硬さっていうのが結構関与してそうなので、はい、その辺をチェックをして、はい、今痛みが取れるかどうか、はい、まずそこをやってみたいと思います。はい、体をまず痛くない方に回しましょう。ここ回転するんで、回転で痛みが出るときって結構この辺も硬かったりするんで、はい、それでまずは1個問題が分かりました。もう1回、じゃあ座りましょう。腰の骨って5個あるんですけど、はい、その5番目くらいの骨と一番下のその下の仙骨っていうのがあるんですけど、その辺りがぶつかって痛みが出てる可能性がありますね。はい、そのぶつかっちゃってる原因として、ここは被害者なのでどこかが原因で痛みを出してると、はい、その原因の一つ一つ考えられるのは前側の硬さなんですよ。はい、それでさっきの回転から予測するに、はい、おそらく左の股関節の屈曲っていって、曲げてくる動作が硬い感じがします。はい、なのでそれがあるかどうかをチェックしましょう。はい、じゃあここをこう曲げます。ここ曲げます。はい、こっちを曲げます。ここで止まっちゃいます。もう全然違います。違いますね。なんかそう、これが硬いからっていうのは一つ あると思うので、ちょっとこれを、まあ、今手で曲がるようにしちゃいますね。さっきなんか一瞬この辺、その辺です。これですね、やっぱりここだと思うんですよね。あ、でここがみんな大好き、大腰筋とか腸腰筋とかいうところで、ここを少しこういう風にしてこうします。外にちょっとこう押し上げる。そう、ちょっとこうやる。で、自分でやるときは手をこう持ってきて、こうやってシュッシュッシュッと上に持ち上げます。これでいいんですね。これだけです。で、あんまり強い力いらないので、はいはい、で、膝はなるべく伸ばしたまま曲げたりしないでやります。で、じゃあ、ちょっとこれこっち側から失礼します。曲げます。はい、手と多分ここまで。おぉ、嘘でしょ。そう、これ。やらせじゃないですか、これ。よくね、これそれ言われるな。大丈夫。これで一回座ってみましょうか。はい、じゃあこれで、はい、反らせてみましょう。
まだ痛みが起こりますか。さっきよりは多分強くちょっと残りますね、はい、なんでちょっと腰の骨そのものが大丈夫かだけ調べてみたいと思います。触り方があって響いてるからね。そうだよね、若干これが響くでしょう多分、はい、これどうですか。痛くない。はい、これで多分腰痛としての治療は終わり、はいはい、で反らせて痛いのって後ろ側の骨と骨がぶつかってたり、はい、なんかが圧迫されて衝突して起こるんですよね、うん、神経だとかが挟まったり、圧力を受けて痛みを感じてるんだと思います今、はい、でその原因っていうのはさっき言った股関節が曲がらないことなんで、はい、今回おそらくデッドリフトで股関節の屈曲この曲がりが非常に悪かったことが原因だと思います。うーん、それを今日はトレーニングであとは直していきます、はい、でもう一回立っていただいて体ひねってみましょう。どうですか。もう曲がりですね。大丈夫。あれさっきの可動域が、ね、ちょっと広がりました。見えるようになって、これが動けるでやってる治療。おお、すごい。でこれだけで終わっちゃうと多分普通の病院でも整骨院でもこういうことは対応できるんですけど、うん、ここから先にさらにこうもう悪くならないような考え方と手法をお伝えします、はい、うん、大事です。じゃあ、ウッディの体幹とかよくみんな言うじゃないですか、はい、ちゃんと機能してればいいんだけどそれをチェックするやり方をします。肩をすくめます、はい、このまま頑張っててください、はい、右側を押します、はい、左側を押します、はい、右側を押します。骨だぞ。左側を押します。なんか嘘っぽいんで力抜いてぜひちょっとやってみてください。はい、行きます。こっち押します。はい、強い。こっちをします。本当に体の軸がどっかになくなる感じがするんですけど、でこれを今から、2つのメソッドを使って直していきたいと思います、はい、1個がナックルをやりましょう。でもう1つがカンガルーをやってみたいと思います、はい、まず軽く構えていただいてお尻をちょっと引いていきます、はい、こんな感じ。そこから肘を伸ばしてバンザイします。肘を伸ばしたまま下ろします。そうで、その時にウッシ選手だと分かりやすいんだけど、ここで下ろします。60度くらいここでバーンって止まるんですよね。その時にこの肩甲骨、こういう肩甲骨で止まるとこなんですよ、ここが、はいはいはい、そこの感じのところで止めてまた上げていただいて止めて、そう、これだわ、バネのようにビョン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 、そうすると胸がグッグッと入ってきますから、うん、腰くる？来ないでしょ。そうですね、なんか若干響いてる感じがたまにきます、うん、あ、でも今は大丈夫です。そうでしょ、やってるうちにだんだんなくなってくるので、はい、ね、お尻をもうちょっと引いて引いて、そうそう、これだったらおかしいに来ない。あ、来ないです。90、 OK、 そう、バランス。これ何回ぐらいですか。これですね、今ちょっとやりすぎましたけど15回。おお、はい、2セットこれがまず1つ。これ1つで、もう1つがカンガルーっていうのをやってみましょう。めっちゃ呼吸吸えるようになった。おお、なんかここが張ってて多分全然吸えなかったです。そうそうそう、スクワット前でこのやった方がいいからね。じゃあカンガルーを、まあ、ウッシを 見ながらぜひ、はい、まず立っていただいたらこっちに見えるようにするのをしていただいて、じゃあ行きます。はい、つま先とつま先をつけます。はい、そしてまず最初にこの股関節を触ってみましょう。この股関節の曲がって曲がる運動で自分の指を挟めるように、そうですね、ウッシュ前膝がね、勝手につくんですよ。そう、本当だ、ポジションで膝が勝手につく。股関節つるす、股関節つるす、太ももの、あ、やっぱうまいですね。そう、うまい、最高にうまいです。手伝いしながら、はい、ちょっとね、めちゃくちゃ気持ちいい。1、はい、2、3、4、お尻もっと引いて、もっと引いて、はい、もっと引いて、腰くる、いえ、太ももの裏が、はい、じゃあ今度ですね、曲げた状態をちょっと作っていただいてから胸をグッと張ってみましょう。これ胸だけグッと、あ、さすが、こう、お、これ腰にくる、いや、じゃあ今一瞬来たぐらいで、今でももう全然来ないでしょ。来ないです。そう、はい、で立つ、はい、その状態にこう、はい、立つ、やばい、いや、あの、硬くて多分純粋ですね。もう一回言いましょう。立つで立つで立つ、ちょっと牛選手の説明をすると、この足の
ついている、はい、中に自分のこの胸骨、胸の骨が来るはずなんですよ。どうですか、そうですね、壁とかがあったりするじゃないですか、はい、その壁を、はい、この壁があったとしてやったとしても、ハラス、ぶつかんない、はい、体が前に出ないんですね。そうです、そういうのが一番理想的なこういう形ですね、うん、嬉しいですね、この形、これするとデッドリフトとかスクワットとか、はい、そういう股関節の屈曲、曲がることと胸を張らなくちゃいけない種目にのコンディションとして最適なので、うん、なるほど、はい、いい映像です。 OK、 牛井選手、押していただくとどうなるか、さあ、ぜひフルパワーでいきます。いきます。おお、おお、本当本当、いや、ガチめの力でいきます。ガチめの力です、本当に。ビクトもせんよ。涼しい顔ですごいね。それで全然無理、試しにもう一回腰を反らせてみましょう。はい、座ったままで。座ったままで、どうですか。もう全然大丈夫です。全然大丈夫ですね、はい、じゃあ立って体をひねってみましょう。またどうでしょう、雰囲気的に。もう全然、あれ、なんかさっきまでこのロックかかるみたいな、こんな感じだったんですけど、全然ここのストレスがない。おお、すごい。これができたってことは、また、デッドリフトやるときに股関節がしっかり曲がってきますから、はい、そうすると、腰に負担がかからなくて競技を継続できる、はい、怪我もしないし記録も伸びる、そんな感じです。予防の部分ね、皆さんぜひ頑張ってほしいですね、はい、怪我してからはこういった幸喜先生みたいな専門家の方を頼ってね、はい、で治ってからのやっぱ予防が一番重要だと思うんで、そこを今みたいなナックル考えるっていうね、今回紹介したの参考にしてみてください。この動画が少しでも良いと思った方はチャンネル登録してパワーチューブに入部お願いします。お願いします。お願いします。それでは皆様、良いパワーライフを。